京都総評の柳生です。皆さん最近生活大変お疲れ様でした。本当に大変だったと思います。私も挑戦しましたが、あえなくクリアできませんでした。今回の最賃をめぐって、今年は本当にコロナ禍の下でどんな最賃になるのかなということが大きなテーマになったと思います。安倍政権が最賃よりも雇用と、そういった圧力に中央最低賃金審議会は目安答申を強くこういったことになりまして、全国でも本当に定額こういった最賃の改定になっています。京都はなんと0円こんな状況です。この間京都総評の仲間が取り組んだ最低生計費、人間らしく暮らすためにはどれだけの賃金が必要か、こういう調査で時給1600円以上ないと普通に京都市内で一人暮らしができない、こういったことが明らかになりました。まさにこの賃上げを実現するためにも皆さんの最賃生活が大きく役に立つと思います。本当に皆さんお疲れ様でした。